オポチュニティ、オポチュニティ、正式名称、マーズ・エクスプロレーション・ローバー・ビーは、アメリカ航空宇宙局の火星探査車で、マーズ・エクスプロレーション・ローバー・プログラムで使用された2台の探査車のうちの2号機である。2004年1月25日午前5時5分に、火星のメリディアに平原に無事着陸した。このちょうど3週間前には1号機のスピリットが、平原の反対側に着陸していた。 これらの探査車の名前は NASA が主催した学生のエッセイコンテストで最優秀賞を取った9歳の女の子の案によるもである。探査車は NASA が想定した太陽期間の10倍以上が過ぎた2014年8月現在も移動可能であり火星の地質学的な分析を行っている。1週間ごとの活動の状況は NASA のジェット推進研究所のウェブサイトで見ることができる。 火星上での移動距離は2013年5月16日に 35.760km となり、1972年12月に3日間月面を走行したアポロ17号の月面、ローバーの 35.744km の米国記録を破った。2013年6月末には走行距離が 37km を超え世界記録であった。 ルノホート2号の走行距離記録に並び、2014年7月28日、オポチュニティの走行距離が25マイル、約4キロメートルに達し、ルノホート2号の記録を抜かして、41年ぶりに探査車による地球外の走行距離記録を塗り替えたと NASA が発表した。当初は、オポチュニティの活動は90ゾル、火星飛館が予定されていたが、何度も延長が繰り返され、 2006年11月17日をもって戦火整備に達した。オポチュニティは最初に火星に着地した時、たまたま平坦な場所ではなくクレーターの中に着陸したが、土壌や岩石のサンプルの調査、風景の撮影などを行うことができた。この時のサンプルの分析結果より火星の表面に赤鉄鋼が存在することが明らかになり、過去に 水が存在していたという仮説が生まれた。この調査を行った後、オポチュニティワというクレーターを目指して走行し、2004年の6月から12月まで、ここで再び調査を行った。自らの耐熱走行が捨てられた場所の近くで隕石を発見し、この隕石はヒートシールドロックという名前で知られるようになった。年の月末から月めにかけて、 オポチュニティは走行困難な砂丘に突入し、いくつかの車輪が砂に埋まってしまった。6週間以上にわたって地球上で実験を繰り返し、機能を失わずに脱出するための策が検討された。数センチレベルの緻密な作戦によって、オポチュニティは何とか脱出に成功し、走行を続けることができた。 オポチュニティは2005年10月から2006年3月まで南方のを目指したが、その途上でエレバスという大きくて浅いクレーターに立ち寄った。この間にアーム部分にいくつかの機械的な問題を抱えた。2006年の9月末、オポチュニティはビクトリアクレーターの外縁部に達し、外縁に沿って時計回りに探査を続けた後、2007年9月から2008年8月末まで、 クレーターの内部を調査した。2008年9月には、オポチュニティがビクトリアクレーターを出入りする際にできたわだちの写真が公開された。オポチュニティの活動期間は地球時間の8年を超えた。また、スピリットとオポチュニティには、倒壊したワールドトレードセンターに使われていた金属が積まれている。2014年1月23日、 水による作用でできるスメクタイトという粘土鉱物を発見。2014年1月24日、火星着陸10周年を迎え稼働を続けている。2014年7月28日、オポチュニティの走行距離が25マイル、約4 0トルに達し、ルノホート2号の記録を抜き、41年ぶりに探査車による地球外の走行距離記録を塗り替えたとなさが、 発表した。2014年9月、2014年8月から、コンピュータの再起動を必要とするトラブルが10回以上発生していた問題に対処するためオポチュニティのフラッシュメモリ再フォーマットを遠隔操作により実施。約2億 km 離れた距離からの遠隔操作によるフォーマット作業となった。2015年3月24日。 オポチュニティの走行距離が 42.195km に達した。2018年6月1日、火星を覆う不透明度10.5の大規模ス嵐により、太陽電池での充電ができなくなり、6月6日、低電力モードに移行し、2ヶ月以上その状態が続いている。オポチュニティは、火星の統計354.47度、難易1.94度の位置に当たる。 メリディアニ平原の一角に着陸した。これは当初の計算より 24km ほど東にずれた場所であった。メリディアニ平原はほとんど平らな場所であるが、オポチュニティは直径約2 0ルのクレーター内に着陸してしまった。NASA の科学者はたまたまクレーター内に着陸したことをホールインワと呼んで面白がり、後にこのクレーターはイーグルと名付けられた。ここは それまで火星探査機が訪れた場所の中で最も暗い場所であり、周囲の状況が見えるようになるまで2週間もかかった。クレーターの赤土の中に無数の岩が露出した様子が、荒い灰色の粒と細かく赤い粒の混合物のように見えて、科学者の興味をそそった。オポチュニティ付近のこの様子はパノラマカメラで撮影された。現在ではこの岩は、 火山活動の痕跡か風か水で運ばれた堆積物であると考えられている。この場所はオポチュニティリッチと命名された。地質学者によると地面表層が指の厚さほどもないことがこの岩が風や水の堆積物であるか火山の噴出物であることを示しているという火星探査プログラムに参加する科学者の一人でハーバード大学のアンドリュー・クノールは それら二つの仮説を区別することは可能だと言った。もしもこの岩が堆積物であるなら、風よりも水の方が可能性がありそうだ、とも語っていた。このような岩は10センチメートルほどの高さで、表層は場所によっては数ミリメートルほどの薄さである。十五火星日目に、オポチュニティはこのクレーター内にある、ストーンマウンテンと名付けられた岩の拡大写真を撮った。これにより、 火星の岩は地球のものと比べてとても細かい粒子でできてる可能性が高まった。風化や浸食による黒いシミのような模様も見られた。16火星日目に撮影され、2月10日に地球に送られてきた写真によると岩盤の薄い表層は小さな角度で収束、分岐が見られた。これは火山流、風、 水などの流体によってこの岩ができたことを示せていると考えられる。火星に水が存在したという仮説を指示する科学者にとっては、この発見は大きな意味を持つものとなった。2月19日、オポチュニティリッチの探査は成功と宣言され、次の探査の目標が選定された。10センチメートルほどの高さの岩、エルカピタンは、テキサス州にある山の名前から命名された。 オポチュニティは27火星日目にエルカピタンに到着し、パノラマカメラで写真を撮影した。30火星日目、オポチュニティは岩石採集用のロボットアームを初めて使用し、エルカピタン近辺の岩を分析した。右の図は穴を開けて掃除をした後の禁鋭写真である。記者会見が行われていた3月2日、NASA の科学者たちは、 岩盤の分析結果から火星に液体の水が存在していたと結論つけるかどうか議論していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。